はい、本日の暗号通貨ダイジェストなんですけども、出ましたね、財布。昨日もおとといもお届けしたんですけども、もうなんかこれね、財布ってのはセキュリティが甘すぎて、以前からサーバーすぐダウンしてですね、金だけ集めてコームさんもなんか変なことになっちゃうし、もう、ボロクソです、もう。どうなってるんでしょうか、財布ね。 あの、テックビューローって言うと、まあタ、タ名前もかっこいいし、社名もね、財布って言ったらね、これもロゴがいいんですけども、完全にやられましたね。 ものすごくシンプルに、誠実にやってくれそうなとこだったんですけども、実際ね、真面目にやってるのかもしれないですけども、これはもうお粗末と言わんばかりですよ。うん。でも逆にですね、ザウでこれだけの67億円のハッキングがあったのに、あんまり相場って乱れてないんですよね。っていうか、あんま、全然乱れてないと、影響してないと言ってもいいんですが、これ本当にハッキングあったんですかね。 なんかこう気持ち悪い事件だなと思います。はい。で、えー、対してバイナンスなんですけども、バイナンスはですね、ついに世界全土にですね、死者を持つことになりました。さあ、日本にもね、曲がりりにも。 お、死者ができました。で、仮想通貨取引所バイナンス CEO、今後1年で5以上の対法定通貨取引所を開設したいということなんですけども、これも実現するでしょう。お、要するにね、中国が暗号通貨の主導権を握る日も近いんじゃないかなと。完全にビットコインは中国主導になってきてますし、中国の人が BTC っていうのはね、自由自在に使って他の国ではほとんど使われてないという状況になってます。んで、これぞれの国で、えー、まあ、その自国のですね、 うん強みとする通貨ってのが出てくるんではないかなと、その一番乗りが中国だったんではないかなと思います。これは圧倒的に中国以外の国の、まあね、美点を学び、それをかつ国内に入れなかったっていうことなんですよね。通販もアリババっていうのがトップですけども、実際にアマゾン入れてないですしね。 で、ま、あフェイスブックってのも入れてなくてグーグルってのも入れてないんですけども、中国の国内にはグーグルやフェイスブックをしっかりと研究した独自のサービスができてますしね。もう負けないようにしていただきたいと思う。財布もね、これで見習ってほしいなと思いますよね。すみません。え、で、フォービーがロシア系政府ベンチャーキャピタルに参加と、OTC 取引の会社も計画ということで、これも新しいニュースになってきてますね。三菱 u h j 銀行やシティなど、えー、ブロックチェーンによるコモディティ取引プラットフォームをリリースしていますね。これも素晴らしいニュース。 なんですけども、今のところ、ね、J コインとか UFMJ コインとか MUFG コインか、こういったもの、なんかね、全然見向きもされてないんですけども、こういったものが本腰を入れてできたときに、われわれのお、まあ、にわか暗号通貨というのはすべてが淘汰されて、ペンペン草も入らないという状態になると思います。やっぱりね、強力な金融体制っていうのは、それは変わらないですよ。 で、銀行でリストラが起きたとか言ってね、みんな喜んでます。銀行の時代の終わりだ、みたいなことで、暗号通貨と金融のことがよくわかってない人、そう言いますけども、あの、銀行から人があ流出したっていうのはね、どういうことか、私の捉え方としては、銀行がさらなる強化を、少数性を目指して、いらない人を切ってきたってことなんですよ。で、銀行なんてもともと少人数でできますからね。 うんまあ、そうなると銀行のノウハウは多くの人に教えなくていいんで、えー、結局、ボトルネックと言いますかね、ちっちゃい、えー、こうバルブで大きな水の流れが止めたり、えー、開けたりとかできますんで、我々はもしかしたらとんでもない、えー、考え違いをしてるんじゃないかなと。銀行の中から人がどん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 リストラされるってことは、銀行のことはますます一部の人にしかわからなくなっていくってことですよ。金融が、まあ、握られてるってことですよ。 で、英国の港、港湾管理大手、ブロックチェーン技術で、ロジスティックス、効率化へ。これも素晴らしいニュースですね。だから暗号通貨がどうこうっていうよりも、ブロックチェーンが何に使われるかってことをよく考えた方がいいかなと思います。東急プラザ飲食店でトークン還元の実証実験、東急不動産とシンクロライフということでございます。これもまたね、追って、えー、このニュースにフォーカスしたあ、ニュース解説をしていきます。まあ、これも出てきましたね。 財布のハッキング被害ってのは本当に迷惑と。BTC67 億円が掃流流出したっていうのは中国に何か言ってんじゃないのかというふうなね、えー、疑問もありますけどもわかりません。フィスコが株式を過半数取得50億支援ということで、フィスコの子会社に入るのが財布ということになるんではないかなと思います。もうこの流れ、えー、日本では、うん、ききですね、えー。ちっちゃいベンチャーが投取引所を作って、それが不正を起こしてどっかにね、吸収合併すると。うん こうやってトータが進んでいくんですね。米仮想通貨取引所コインベースファニーメイの元最高執行副社長を最高法務責任者にということなんで、金融の力がさらに米国に強まっていくんではないかなと思います。米金融大手 PNC がリップルネットの新メンバーに ということだったんですけども、これは別ニュースでもお届けしましたけども、こうやってリップルっていうのは、世界の、やっぱりね、権利を持っている人とうまく融合していくこところにたけているなと思います。で、アジア太平洋地区のブロックチェーン市場、2024年までに1.8兆円に、これ1.8兆ドルの間違いじゃないですかね。もっともっと広がってくれてもいいと思ってます,思いますよ。2024年っていうことは、ADA も決済してますし、XRP も膨らみかけて決済してると思います。2024年、全く違う金融システムと、世の中と二極化の お中に我々人類は放り込まれるということになりますね。えー、韓国取引所、アップビットの運営会社、シンガポールに仮想通貨取引所開設ということで進んでますね。韓国も中国も他の国もね、日本だけは進んでないです。日本はどうしたんですか、金融立国ではなかったのかなというところでございます。えー、まあ、ね、世界の経済大国という地位も今のところ2 3位につけてますけども、これが20位、50位になっていく日も近いですよ。 仮想通貨 ATM マルウェアの存在を否定 ATM 大手のジェネラルバイツということでございます。まあ入ってないよってことですね。まだまだ研究が進むと思います。シティバンク等がブロックチェーン基盤の小取引プラットフォームをリリースされます。シティバンクがこういったものを出してくると、さらに暗号通貨の世界が広がっていくんですけども、ただですね、シティバンクってのは我々を顧客にしたいだけであって、我々に、えーまあ、利益をもたらしてくれるわけではないってことを忘れなくちゃいけません。マーケティングにブロックチェーン活用へ、えー、白報道がイニシアティブ開始ということで ますやっぱりいろんなところでね、こうやってブロックチェーン、ブロックチェーンにてかれるようになったでしょう。暗号通貨とかね、匿名のこのコインっていうふうには言われなくなってきたのが、本当にそのブロックチェーンってものがあ出てきて、で暗号通貨ってのがその上に乗っかる一部の機能ですよってことがお分かりいただけるんではないかなと思います。プロトコル、アンプトールか。<laughs> 失礼しました。アンプトール米 NBC、NBA チームへの協賛金をビットコインキャッシュで支払い。まあ何で払ってもいいんですけどもね。ビットコインキャッシュだと、うまあなんて言うんですかね。 利益を、覆面益を出す可能性があるかなってことですよね。はい。えー、伝説のベートルでアジア時間のビットコイン、先も取り切ろう。米国時間と同じということですけども、これはそんなに大したニュースじゃないかな飛ばしましょう。えー、ドイツ、財務省仮想通貨が法定通貨に置き換わるかは疑問。その通り、置き換わりません。 えー、単なるデリバティブです私はこれもね何年も前から言ってますけども、も暗号通貨、仮想通貨というのは、単なる金融派生商品というところに入るだけであって、値動きがするから市場には入っていきますけども、もじゃあ、これコインがね実際の買い物にバンバン使えるかとったらそういうことはありません、えー、ありませんビットコインが買い物に使えるかありません、ビットコインが扱える店舗が増える、それはあります、でも実際にいちいち自分の国のね信用できる通貨を、よく分かんない通貨に交換して買い物する人いますかって話ですよね。 えー、大手銀行による仮想通貨事業者の口座閉鎖。あブラジル、う独立、う独禁当局が銀行への調査着数でございます。これも起きることですね。はい、えー。仮想通貨の王様への信頼が強いビットコイン。ガチ保税の数が明らかに、お、ビットコインを持っている人の数が明らかになりました。嘘でしょう。わ <laughs> かったところで。 うん、最初から持ってる人。要するに長期ホルダー。本当の意味での長期ホルダー。そしてビットコイン以外の資産も山ほどあってビットコインを法定通貨に切り替えることを全く焦ってない人ですよね。だからビットコインを決済しちゃった人っていうのは目先のお金がなかったということに過ぎません。もしくはリタイアするために全部を決済して、例えばね、ビットコインに入れた金額が10倍になりました、20倍になりました。こういう方は決済して退場していくってことになります。本当の意味でビットコインに投資してる方っていうのは あこういう風なね、値動きの時でも売りませんし、大半の人、100万以上で買った人っていうのがね、もう気が気でないような日々を送ってるんじゃないかなと思います。そういう意味で、えー、今回ですね、過去につけた240万、50万っていう値を割っていく可能性大いにありますんで、ビットコインを仕込んでいてもいいのかなと思います。私もビットコイン、えー、先月、しっかりと買わせていただきました。